今回は日照簿記の一級に関する雑学をまとめてみたよ。一級を持っていると学歴がなく会計実務の経験が一切なくても税理士試験を受けられる。一級を持っていると経理や会計事務所で採用される可能性がとても高くなる。一級を持っていると大手企業や上場企業の会計処理を理解していると見なされる。一級を持っている人の年収は調べた限り半数以上の人が600万円を超えている。一級に合格した人は税理士試験の会計科目に合格する可能性がとても高くなる。一級を持っていると公認会計士や税理士からも一目置かれる存在になりやすい。ということで、今回は日照簿記一級に関する雑学をまとめてみたよ。役に立ったと思ってくれた人は、いいね、チャンネル登録よろしくなのだ。では、またね。